キングプリンスが6月15日に放送されたフジテレビ系「めざましテレビ」に生出演し、新曲「何者」を生パフォーマンスするとともに、さまざまなコーナーに登場して番組を盛り上げた。写真「金プリ」からの「いってらっしゃい」「金プリ」「めざましテレビ」出演まずは朝6時台に登場し、5人時代のインタビュー映像を含めたグループの紹介を経て、ファンから届いた質問に答えていく。 ツアーで関西に来てくれますかという質問には、長瀬廉が47都道府県を巡りたい、と意気込みを語り、今後ライブでやってみたいことはという質問には高橋海斗、だかははしごだかが正式、が、物理的にもマインド的にもみんなに近づきたい、と、これまでと変わらずティアラ、キングプリンスファンの故障、を思ったライブ作りを表明。さらに、 二人になって大切にしたいこととして、長瀬廉が会話を重ねること、と回答。会話を重ねる機会が10倍ぐらいに増えた、と、よりコミュニケーションを重ねていることを明かした、キングプリンス、何者、生パフォーマンス7時30分を過ぎ、いよいよ、何者、の生パフォーマンス。二人のユニゾンの歌から始まり、綺麗なハーモニーを響かせた。朝とは思えない伸びやかな声と、 キレのいいダンス。二人が向き合い、手を伸ばし、アイコンタクトを交わす場面も。最後は番組キャラクター目覚ましくんに寄り添い、エンディングを迎えた。パフォーマンスを終えた高橋海人は、朝から気持ちよくパフォーマンスできてよかったなと思います、と充実の表情。さらに長瀬恋は、このパフォーマンスを見て、今日も頑張ろうって思えてもらえたら嬉しい、とメッセージ。続けて高橋海人は、 今日も仕事、学校、家事、育児、お疲れ様です。と、様々な立場の人たちに向けてエールを送った。その後も二人は、今日のワンコを見て顔をほころばせ、目覚ましじゃんけんでパーを出し、番組のエンディングまで出演、シャープ握りごこでトレンド入りも、目覚ましじゃんけん、の後、高橋海斗は朝に五目おにぎりを四つ食べました。これ終わったらもう一個食べるので、 5個食べることになります。と宣言。それを横目に長瀬んは、わんぱくだな、と頭を抱えていた。さらに目覚ましくんに、どうしたらそんなにかっこよくなれるのと聞かれた際も、高橋海人は、母目おにぎりを5個食べればかな。と回答。ツイッターでは、シャープ握り5個、というまさかのワードがトレンド入りを果たす展開になった。なお、6月17日の、 目覚まし土曜日では何者生パフォーマンスの模様や放送後の感想などキングプリンスを引き続きピックアップする。